ライカさん。うん、戻ったか、アツマ。町の復興活動、ご苦労だったな。あのさ、ライカさん。なんだ。さっき、俺、見ちゃったんだけど、どうして騎士団長になるのを断ったんだ。あの人たち、すごくライカさんを必要としてるみたいだった。うん。何？人それぞれ大切にすべきものは違う。人一人の力では全てを守ることはできない。残酷な言い方になるが、時には切り捨てることが大切にすることにつながると私はそう思う。ライガさんにとってはそれがカリンを守るってこと？そうだ。騎士団長として国を支えるのも一つの道だろう。だが私にとっては国ではなく、カリン。たとえこの国が滅び、カリン様が何の肩書きも持たぬただの私のすることは変わらん。それにカリン様はあのような奔放な方だからな。私の方も身軽でなければとてもではないが務まらん。そっか。アツマ、お前にとって大切なこととは何だ。今俺にとって一番大切なのは、そう、トーヤを救うことだ。トーヤを救う。どうしてそんな大切なことを、そんな当たり前のことを、なんでこんなにも簡単に見失ってしまってたんだ。いかなる強い決意も時間とともに弱まるもの。ましてや人はすぐに迷い自分を見失うものだ。惑わせるものでこの世界は満ちている。故に常に自分に対する説得、戒めを続けなければならない。だが自分のことで精一杯になってはならない。それは不幸を自ら招くことになる。人生は一度大事なものを失ってしまえば取り戻すには短すぎる。後悔をする人間だけにはなるな。後悔する人間は必ず後悔する。ああ、そうだ、その通りだ。ありがとう、ライカさん。なんか俺、すっきりしたよ。トーヤを絶対助ける。誰が何と言おうと、俺はトーヤを信じる。そうか。すっきりついでに、良いことを教えてやろう。あ、良い。お前の決意が半端なものならば、言うまいと思っていたが、私には、お前がその右腕の力を律するための手段に、え、本当か、ライカ。京都シティへ向かえ。京都シティ、お前も知っているだろう。ここロンドンのずっと西に位置するシティだ。武者修行の最中、京都シティで偶然立ち寄った里で聞いたのだ。かの地には荒ぶる心を鎮めることで己の秘めた力を引き出す秘術が伝わっていると。その秘術を習得すれば、その右腕すら己の意志で御することも可能やもしれん。じゃあライカさんはその術を習得して。それよりも早く本国に呼び戻されたよ。なんせあのカリン様のことだ。おそばにおらねば何をやらかすか。確かに。もうあんまり深く考えるのやめるわ。やっぱり俺にそういうの似合わないし。ああ、そうしろ。俺、トーヤを救うためにできることをやる。この右腕に可能性が少しでもあるんなら。ようやく結論を下したようだな。俺、京都シティでその秘術を習得してみせる。それでトーヤを救えるんなら、俺、何だってしてみせる。お、その前に腹ごしらえかな。戦いに備え、よく食い、よく眠るがいい。よし。じゃあ京都シティって、まあいいか。とりあえず城門を出るのは間違いないだろう。今日からは一人だ。自分でしっかり。
お別れの挨拶してこなかったけど、みんなに会うと出発しづらくなるしな。これでいいんだ。じゃあな、じゃあな、ロンドンシティ。バイバイ、ロンドンシティ。あばよ、ロンドンシティ。あ、さらばだ、ロンドンシティ。あ、なんでみんないるんだよ。いや、普通にライガのおっさんに今朝出発するって聞いたんだけど。ライガは見かけによらず口が軽いのよね。御意。御意じゃないだろう。ライガさん、なんでバラすんだよ。人聞きの悪いことを言うな。いつ内密の話だと言った。うわ、きったねー。音だ。目的の正確な場所は分かっているのか。カリンはいいのかよ。姫様なんだから復興の先頭に立たないといけないだろう。ロンドンには優秀な文官が揃ってるから平気よ。復興は一応軌道に乗ったしね。それに私まだあなたを殴ってないわ。仮を作ったまま踏み倒す気かしら。ライガさんは、カリン様が行くというならば私に選択の余地はない。私はね、アツマと一緒にいたいから。何よそれ。あんたは仮を踏み倒されたくないからだっけ。うわー、まるで借金取りじゃん。アツマかわいそう。何よ、私だってね、アツマのそばに。何何、ゴニョゴニョ言ってても聞こえないよーだ。子供のくせに生意気よ、あなた。子供じゃないもん。もんとか言ってるところが子供だって言ってるのよ。もんなんて言ってないもん。言ってるもん。行くか、アツマ。ああ、で、京都シティってどっち。呆れた。そんなことも知らずに一人で行こうとしていたの。ライガ、説明してあげて。京都シティはロンドンシティのずっと西方にある。まず街道を横浜シティと逆方向へ進んでいけば、砂漠にあるジャンクシティに着く。そのジャンクシティからさらに西に向かい砂漠を越えると京都シティだ。はあ、なるほど。じゃあとりあえずはその中継地点のジャンクシティを目指せばいいんだな。